3日連続偉すぎるでしょ。なんかメイクがやっぱ薄く感じるんだよね、どこか。なんか足りない。まあ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 、いいでしょう。こんばんは。今日も20分25分ぐらいやります。夏のグッズ、あ、浴衣ね。そう、あれチームエースミクルだけなんですよね、あの濃いピンク。嬉しい、目立ってましたね。写真をメールに載せようって思ってました。うん、レンボスターありがとう。眉毛会議とありがとうございます。みくるちゃん配信ありがとう。昨日仕事で行けなかった、嬉しい。今日は来れた。わ、お花ありがとう。こんばんは。音符もありがとうございます。今日もちゃんと壇上を読むことを忘れないようにしようと思ってるので、はい。こんばんは。3日連続、そうです、みくるさんが3日連続配信をしています。まあ珍しいって自分で言うのも良くないんですけど、珍しいです。マジで珍しい、うん、からみんな見てください、嬉しいです。バラありがとう。こんばんは、ありがとうございます。アッキーさん、ハトウマありがとう。今日休みだったからネイル変えてきた。いいな、ネイルね。厳しくなっちゃってシンプルにしないとなとか思ってるけど、まだ全然行く気になれずです。こんばんは。フッチーさん、初見ありがとうございます。久しぶりに声で嬉しい、ありがとう。そう、髪色とネイルとなんかメイクが厳しくなって、なんかネイルもなんか長さとか、あと装飾ダメみたいなのとか、なんかめっちゃ厳しくなりました。髪色も派手髪ダメみたいな、なんかそう、メイクも濃いのと流行りのメイクダメみたいな。流行りのメイクダメって何？難しいよね。なんか流行りのメイクって、別にミクルも流行りのメイクしてる人ではないからね、自分の似合うメイクしてるけど、マジで人それぞれだから難しいよね。派手髪もさ、どこまでの派手髪がダメとか分かんなくない？金髪はダメでも、じゃあ例えばピンクはいいのかとか、なんかもういろいろなんですよね。あと人によってなんかあるんだよね。なんか清楚なイメージ持たれてる人は染めちゃダメとかあるけどさ、もうそんななんかね、自分勝手やんっていう。こんばんは。グーフィー、初見さんありがとう。かっこいい、ありがとうね。こんばんは。音符もありがとう。いつかの非公式で不満しかないって言ってた、面白かった。そんなこと言った？ミクル覚えてない。こんばんは、ありがとう。なにこれ、マイクもありがとうね。マウナさんありがとう。生誕 T シャツ2人、そう、今回、前回が20歳で顔写真ボーンって載せてたので、今回もう本当に普段使いできるようなマジのシンプルめにしましたね。はい、宣伝しないと忘れてた。流行りのメイクね、むずくない？なんか唯一 SK にいてさ、そのネイルとか、まあ髪色は今結構黒だからあんまなんか染めたい欲というのはそんないんですけど、まあ、ネイルとかはね、唯一ね、バイトしてる子って厳しかったりするけど、そうだけどネイルまで厳しくされたらもうマジミクルの良さマジ皆無。ミノさん、初訪問ありがとうございます。仕事はお疲れ、お疲れ様。難しいですよね、濃さも。マジで人によって濃さ違うというか、多分同じメイクしても人によって濃さって変わってくるから、マジで難しいとこではあるんだけど、とりあえずネイルをシンプルにしなきゃいけないので。ハートありがとうございます。ナチュラル、ナチュラルじゃないわ、
なんかシンプルめな、なんか装飾とかじゃない、なんかもなんかちょっと探そうと思ってます。今はちょっとなんか派手めにしちゃったけど、ミクルも白とかにしようかな、わからん。もうネイルしない方がいいんだろうけど、ネイルした方が手が綺麗に見えるしね、やっぱり。ハートありがとう。バラありがとう。ハートもありがとうございます。そう、厳しくなっちゃったのね。えアイドルアイドルってね、割と髪色で個性出たり髪型で個性出たりいろいろあるからね、そこで目立ってかんといかんとこもあるけどね、正直難しいよねとこではあるけど。バラありがとう、イトキンさん。なんか携帯の画面暗くなっちゃった。こんばんは、初見さんありがとう。こう一さんこんばんは、ありがとうね。3日連続配信してるんですけど、あ、そのでも今回、え、これさっきのさ言ってたあの浴衣のやつもあれうちわですか？なんかさ、うちはサマーツアーのうちは今回ツインテールなんですけど、個人的にビジュが自分的にはいい感じだなと思ってて、そう、あれ自分たちのオリジナル衣装なんですけど、よくね周年とかで着たりしてるんだけど。うん、水太郎さんハートありがとうございます。初訪問もありがとう。うちはもう生写真とアクスタもある。でもなんかアクスタ浴衣なのに全身じゃないんでしょ、それはママから聞いたあーんきゅうさんありがとう、いつもギフトありがとうございます。こんばんは、ありがとうね。そうだからでも結構なセットなセットだけど結構お値段するよね、そのうちわ入ってるやつ。そう、あれ高めツインテールなんですけど。いっぱい初訪問ありがとうございます。嬉しい、よかったらコメントください、初訪問さんこんばんは。みんな何して過ごしてるの今。音符ありがとう。最近私は逆になんか鼻声が悪化しててちょっと困ってます。原因不明の鼻声すぎて、ミクルマジで鼻詰まりすごすぎて夜も眠れなくて、マジどうしたらいい。結婚考えてくれた。結婚するの？何結婚するんですか？いいな結婚。ミクルさ、髪の毛耳かけすること多いんだけどさ、耳かけせずにここも外巻きした方がいいと思うっていう、ちょっとファンの方に質問です。ちょっと誰か教えて。ちょっと耳かけしてるからさ外巻きしてないんだけど、外巻きこっちもした方がさ可愛いと思う？どっちがいいと思う？ファンの人の意見を教えて欲しいですうん、え、マジでしんどくない？本当に眠れなくて夜。昨日もずっと鼻詰まりと戦ってました夜。レッスン場が冷房効きすぎてるとか。あ、そうなんだ。行ってない。レッスン場行かないんだよね、ほぼ。もう家で覚えちゃう人だから。結婚するんですか？外巻きしたお姉さんかも。どうしたらいいんだろう。なんか困ってり。なんか劇場公演でさあんまさあれないよね、外巻きせんのよね。だから外巻きにした方がいいかな。どうなんだろう、わかんないな。でも耳かけた方がすっきりして見えるよねっていう人の悩み。こっちは外にね巻くんよ。またエクステロングにしたから髪の毛の巻きがいい感じなんですよね
いやでもね、ただの巻き髪を公園ですると、汗がすごすぎてマジ巻きすぐ取れちゃうのね。だから困る。外巻きと耳かけの違い、外巻きと耳かけの違い、耳をかけてるかかけてないかです、髪の毛を。猫ちゃんヘア、あ、ね、なんか12期ちゃん、じゃあ11期ちゃんの子たちがやってたの見ました。思い切って髪の毛、あ、もう髪の毛はもう去年短くしたんで、結構これくらいに、今はロングです。イクステでね、でも短いな、短いのでね、好きな人は好きみたいなんだけどね、やっぱり短いのが好きっていう男性の方には刺さるみたい。しかも黒髪だったから余計ね。こんばんは、ありがとうございます、みんなありがとう、コメントハートありがとうね。みくるんが一番ありがとう。こんばんは。気温差か、あ、気温差もあるのかな。明るい髪色のロングがいいです。でも男性受けいいのはやっぱね黒なんよね。だけど夏になってくるとちょっと明るくしたくもなるけど、あの前も言ったけど、なんか茶髪にしたいんですよねみたいな一言なんかヘアメイクさんに言ったら、あのチームエースの先輩が、いやミクルはピンクか黒だねって言って言われて、本当にピンクの評判いいんですよ、メンバーからも。なんかピンクの時のミクルの昔のね映像見るとめっちゃなんか可愛いみたいな。あ、ピンクしたいけどちょっと今の SK 的には難しいか分かんないけど、しかもあのピンクはあのブリーチせずに作ったので結構大変なんですよ、本当に。明るい、嘘、ミクラも髪の明るくしてないけどね。ピンク最初はブルーブラックに染めて色落ちしてちょっと茶髪になって、で茶髪終えてピンクにして、ピンク期間めっちゃ長かった気がする、マジでピンクずっとしてたかな。そうだけどどっかのタイミングでも急に黒にしてみたいな。だけど本当にあのピンク作るの超大変だから。そうで、しかもピンクにすると本当に大変なんですよ、あのピンクシャンプーとかしないといけないからお風呂が大変だし。そうだからね、トーク会とか握手会とかこう泊まりの時はピンクシャンプー持ってかなきゃいけなかったから、本当に1回でもしないとね。そうだから維持をするのも大変すぎてもう黒にしちゃったっていうのと、あとやっぱ男性って結局黒が好きっていうところに至りまして、もういいや黒でと思って黒にしてたんですけど、たまにねピンクとかにしたくなったりもするけど、そう維持しないといけないってことを考えると、やっぱ黒って考えなくていいから、その色落ちとかプリンになったなとか。だからそう、でもピンク好きって言ってくれる人いっぱいたくさんいる。やっぱああいう髪色ってあんまりさ受け入れてもらえないこと多いけど、多分普通でいたら。うん、ヤナケンバラありがとう。まあでもたまにね、そんな、しかもピンクなんて若いうちにしか賞味できないからさ、今今年21になるんですけど、多分19とか18、19の時にピンクにしてたのね。だからもうするなら今かなとか思ったりはしてるけど、どうなんだろう、まあ、マネージャーさんに聞いてみないとだね。ピンクでも今日もちょうど髪色の話してて、なんかママとなんかピンクだ、フィルターで髪色が変わるやつ試した時にやっぱ赤っぽい、赤紫っぽいピンクっぽい感じのフィルターやっぱり合うなと思うと染めたくなるよね。けどあの綺麗な色をもう一回作るってなるとマジで時間かかる気がする。結構美容院行かないと頻度で、あの時めっちゃすごい頻度でさ美容院行ってたのね、本当に。でなんかピンクが気に入らないとやり直してもらってたの。なんか SK 入る前からやってもらってる美容院の方だったから、方とかね。もう写真見せて、そう
マジで、あのブリーチしなくてもピンクにしたいっていう、ブリーチだけは絶対したくなくて、エイジでも。そうエクステでし、あそうエクステでシルバーをねちょっと入れてた時もねめっちゃ綺麗だった。多分ファンの方、多分ミクラのファンの人じゃないとね気づかないような本当に細かい話なんですけど、あのこういうとこに、ね、インナーでねシルバーをね入れてたんですよ。最初はね青とか入れてたんだけど、シルバー入れたらめちゃくちゃ綺麗で、芸能人になる、だってえ美容院って行かない、だって髪の毛切りにとか。でもミクラめっちゃいろいろしてたよ。宿毛矯正も昔からかけてたし、今はもうかけなくなったけど、そうめっちゃ美容院行ってた。美容院大好きすぎて昔からけど、今はもうエクステをつけてるから、あのエクステ専門店にしか行ってないんだけど、前髪も自分で切っちゃうから、で髪も染めないし、最後に多分真っ黒に染めてから、染めてなくて多分ちょっとずつ茶色っぽくなるらしいけど、でもエクステの方が大変なんですよね。やっぱり本当に鼻詰まりすごいわ。どうしよう、助けてみんな、困る。あペケポンさん、レインボーさんありがとうございます。こんばんは、ありがとう。エクステはね早く乾かさないとね毛先がパサパサに、ね、なってしまうのでね、ダメです。本当に本当にダメです、マジで良くないよ。だからあのマジで勝負なんですよ、お風呂上がりだけど。パックとかするとまずその時間無理でしょ、乾かすのがね。だからそうあのダメです、本当にマジで鼻水止まらんねんけど。ショールームで鼻水死だよ。閉めなくていいよ。うん、静かにね。バイバイ。妹がティッシュ持ってきてくれました。エクステって結構、あでも一回、でも最初はね、最初めっちゃ髪の毛短い時はね2万ぐらいかかってましたよ。まあそれくらいかな、エクステは毎月毎月。はい、パパのおかげです、本当にパパありがとうって毎月思ってます。うん、誰もありがとう。妹がティッシュ、でもショールームであんま鼻かみたくないから我慢するけど、ちょっと鼻水が本当にすごくてすいません。アイドルも鼻水が出るんです。こんばんは、ありがとう。だるまありがとうね、むっさんありがとう。昨日は公園行ったの、みくるんが、あ最近5時が多い、ありがとうね。でも優しい、ミュートしたらいいよ。だってでもね、鼻かんでるとこ見られたくない、恥ずかしい、恥ずかしいわ。次も行くよ。お、次はミクロもいるから。でも、初歩もありがとうございます。みんな、よかったらコメントかフォローください。お願いします。え、マジで鼻声すぎて、自分の声がを忘れちゃってる。マジで。自分どんな声しとったっけと思って。本当に鼻声がすごくて。困ってりです。薬飲まないとなと思ってます。今日はなんか劇場公演やってます？今日は何もやってない、ね、やってないのかな。今日も配信あるかなって。まさかミクルが3日連続やってるとは多分誰も思ってなかったと思うんですけど、はい、あ制服の目もうやってる、もうやってるか、さすがにもう7時ぐらいですもんね。終わった、終わりましたか。
制服の目か。制服の目もこの間もやってたから結構な頻度でやってるんだね。まああれか、でも今手紙のとこ、あ、誰かの生誕祭なの。うん、ハートありがとう。ちかさん、うん、ちかさんも出てるのか。小さい子いるから、うん、最後の、あ、そういうこと。手紙のこと、あ、そういうことね。歌が手紙に入ってるってことね。びっくりした、誰かの生誕なのかと思った。そっか、でもできれば18時開演にしてほしいんだよね。 S も18時半って遅くない？私18時にしてほしい。いや、もう15時半でもいい。正味15時半は早いわ。17時半でいい。17時開演大好きなんで、ミクル。アイカピョンもいます。うん、アイカピョンもいるの。どうなんだろうね、ファンの方的にはさ、こうお仕事終わりに来てくださる方が多いと思ったらさ、やっぱ遅めの分ありがたいなと思うだろうけどさ、メンバーからしたら早い方がいいんだよね。ハートありがとうございます。写真買おうと思ったら電車いつもギリギリ。あの、あれ取って出しみたいな写真ですか。うん、みのりたんバラありがとう。遠征民は、わあ難しいね。もうそれはもうお仕事の人の意見を優先するのか、遠征の方の意見をもうってなったら、やっぱ間を取って18時にしませんか。やっぱ30分ってでかくない。でも難しいですね、その問題に関しては。正直私たちメンバーがどうこうできるわけでもないので、 MC とかさはどんだけで巻こうと思えば負けれるけど、やっぱり曲は負けないので2倍速でやんないと思う。今日は静岡県から。今日は静岡ですか、山梨から。アドルさんありがとうございます。アドホーム30分大きいよね多分。確かに30分でもでかいだろうな。遊びに来てありがとうね。今日はみくるさんはあの妹の授業参観みたいなのに行きました。はい、あの妹にね、いつもね来てほしいとか言われるんですよ、運動会とかもね。けど仕事があったりとか、あの私が寝てて全然行けなくて、あの今日は昨日ね、分かったじゃあ行くって言ってあの行ったんですけど、あの妹、なんか私があの通ってた小学校に妹も通ってるので、あの隠してないから別にいいんですけど、あ、一貫校なんで、あのみくるが小学校行ったらみんなわーってなるんですよ。みくるだーってなるんですけど、あの久々に行きまして、なんか授業参観というよりはなんだろう、なんかセミナーみたいななんかやつ で妹は書道を取ってるんですけど、またその時点でもう全然ミクロと違うなみたいな、書道を選ぶあたりがで、なんか、あ、昨日来てほしいみたいに言われて、なんか分かった分かった、じゃあ行くみたいな言ってて、でもこの間も行くって言って行かんかったの。なんでかって言ったら眠かったから。眠いって言ってもあれで起こしてもらってる時間14時とかね、お昼過ぎね、全然なのに眠いし、なんかその日はすごく寝起きがの機嫌が悪くて、みくるさんママになんか眠いって言ってるじゃんみたいなって言って行かなかったのよ。で今日はママに3回ぐらい起こされて、なんならあの犬飼ってるんですけど、あの犬をね私の部屋まで連れてきて、そう起きてと、でもしょうがないみたいな、昨日行くって言っちゃったしなと思ってしょうがなく起きて準備しまして、うん、あの寝起き今まで昔は寝起き悪くて
そうで今はいい方なんですけど、たまに友達にも言われます。寝起き悪いみたいな。じゃ寝起きが悪いんじゃなくて、その寝起き早々喋れなくないみたいな。そもそも昔はめっちゃ寝起き悪くてめっちゃ機嫌悪かったのね。で家族みんなすごい今日は寝起き機嫌悪いわみたいな感じだったんだけど、でまあそれで行きまして、そうで何回か行ってるんですよね。だけどやっぱり11個離れてるから、妹とそのやっぱ妹のさ周りのさ友達がわーってなるわけじゃん、こんな大きいお姉ちゃんがいるからね。でみんなね4年生なんですけど、妹みんな可愛いって言ってくれるわけよ。ありがとうございますってね。そのあ妹の名前言っちゃいそうになっちゃった妹の名前ね言っちゃいそうになっちゃったんですけど、違うよ、同期も寝起き悪いから、マジでマジで寝起き悪いから、同期もテンション高いけど寝起き悪いですよ、あの人たちも。でそれでなんかみんなね、まるまる妹の姉ちゃん可愛いみたいな、綺麗みたいな、ありがとうございます、そんな自己肯定感上がりますよ、そんな。やっぱ妹もやっぱ自慢の姉と思ってくれるわけですよ、その時はだから今日もたくさんみんなが褒めてくれました。妹ちゃん、ちょっと妹のニックネームつけたいけどなんかないかな、言っちゃそうになるんだよね、名前妹のみーから始まる名前なんで、まあみちゃんで言いますね。みちゃんのお姉ちゃん綺麗みたいな、ありがとうって言うんだけどそう、まあでも嬉しそうでした。今日行ったので、ちゃんとこの間行けなかったので、そう嬉しいですよ。でその中学高校の先生に会いたくて、私が、そうでなんかその入り口の守衛さんみたいな人に、なんかOG なんですけどみたいな、まるまる先生いますかみたいな言ったら、なんか会うアポ取ってますかって言われたから、あ取ってないんですけどみたいな、ちょっと会いたくてみたいな、で名前言ったら、なんかいや会う予定が成立してないとみたいな、なんかダメなんですよねみたいな守衛さんに言われたから、なんかあはいみたいなだけどね、一応電話かけてくれて、私が会いたい先生にさいて、だけどなんか一回ダメみたいになったんよ、多分なし、なんかもうなんか会議があるみたいな、その先生がみたいなでまあしょぼーってなってたら、また電話かかってきて、職員室から多分で主演さんが出るじゃん、そしたらその先生が多分変わってって言ってくれたのか、変われて、で私LINE を新しくすぐしちゃう人間だから、先生の LINE 消えてたんだけど、で先生がなんかちょっともう一回 LINE つながろう、電話番号教えてみたいな、メッセージ送るみたいな言われて、そうやっぱりね、正直こういうこと言っちゃいけないんですけど、学校でみくるの名前を出せばもう一発で先生たち分かるから、いろんな意味でいろんな意味でだからもう先生たちありがとうございますって気持ちです。会いたかったけどね、先生もめっちゃ会いたいんだけどさみたいな、40分から会議なんだよねみたいな言われて、あと3、4分後かなんかでうわーって感じだったけど、そうって感じだから、小学校行った時も妹のそう先生がなんか久々に会った先生いて、えみたいな、みくるちゃんじゃんみたいな、なんかさお久しぶりですみたいな言うじゃん、そしたらなんか敬語が使えるようになったんだねって言われてびっくり敬語が使えるようになったんだねみたいな言われたから、あ使えますってその当時はもう全く使えなかったと思うので、本当にね、はじめまして、初見さんありがとう。セキュリティ学校厳しいんですよね、本当に。そうバラマユありがとうね、そんな感じですね。やっぱり久々に母校に行くと新鮮な気持ちですわ、とても。まあ言うてもそんな経ってないけどさ、
まあ二十歳だしそう、うん、お花ありがとうございます、たくみくんありがとう。うん、こんな感じ。今日は妹マジで書道うますぎて、本当に性格真逆だから妹と、マジでなんだろう、妹ってなんか悪いことはダメみたいな、何で学級委員タイプだから気合わないんだけどマジで同級生にいたらめっちゃ嫌いなタイプってずっと言ってるんだけど妹のことだからなんかさ、あるあるじゃん、そのなんか学校でさ、なんか授業の先生が来ないみたいなパターンなかった今まで、先生来ないねみたいな、授業始まってんのにみたいなさ、でなんかどうするみたいな、呼びに行くみたいな、でも大体そういうのってさ学級委員の子がさ呼びに行くみたいな変な正義感持つやん、多分妹はそのタイプで、なんかいや授業の先生だからみたいな、呼びに行くみたいなあるじゃん、でなんかいいよ呼びに行かなくてとか言うさ、分かれるじゃん、呼びに行く人、呼びに行かなくていいよとか言う人、マジでどうでもよさそうな人、あと、まあ、大体3パターン、うん、私はもう呼びに行かなくていいよって言う人でしたね、もう先生が授業に来ないもういやーいって感じ。あ、だけどなんかそういえばこの間全本当にちょっと前にやったショールームで、な結構みくるがなんか学校でこうだったみたいなエピソードを話したんだけど、パパが多分何アーカイブっていうかさ、なので多分その日の配信を見たので、ショールームさ、なんかみくるがあんなんだったとは知らなかったみたいな言ってたみたいで、パパ、パパには言ってなかったからママは知ってるけど全部、うん、またこういう話を聞いちゃうとパパがどう考えても呼びに行くタイプじゃないじゃん、でもどう考えてもね呼びに行くタイプじゃないから本当に。でも結構ミクルの学生時代の話するとファンの人喜んでくれるんだよね。でも割とイメージ通りな気がする。ショック、仕事で。大丈夫、見れてるから。キレナドタイプ似てるかな、授業中寝てた人です。ああ、もちろんもちろんです、授業中寝ない子なんていませんよ本当にマジで爆睡よ。もう授業中に寝るのが一番気持ちいいって思いません？みくるさんなんて防災頭巾っていうの、あのあるじゃないですか、その避難訓練とかで使うやつ、あれを椅子につけなきゃいけなかったよ多分、確かね、それ枕にして、もうマジ教科書も開かずに枕にして全然寝てた。なんなら本当にこれ良くないんだけど、あのマジよだれ出ちゃうぐらいそう、あ漫画ね、あいるいる、漫画の子もいた。なんか前あのみくるの隣の席のみくるより全然もうなんかウェイみたいなちょっと頭も良くない子がなんか本をこの辺で持ってたんよね。何やってんだろうと思ったら本に鏡みたいなの貼り付けてたの、その子びっくりじゃない？それは私にも発想はなかった。え、すごい、鏡を貼ってるノートにって思いました、その時。みくるさんは何してたかな授業中、寝るか、あでもめっちゃ真面目に聞いてる時もあった。あのねマジで授業と先生によるんだけど、その私が今日会いたかった先生って、私中1の時と中2の時に担任してもらった女の先生なんだけど、マジで本当にね間違ったことを全く言わない、もう本当にあもうおっしゃる通りですっていう、もう本当に素敵な先生で、私も本当にその先生に出会えて、なんだろうな、マジでお世話になったの。でもその先生がそのご結婚されて、その出産なって、その
ちょっと何産休みたいなのでいなくて、で戻ってきた時にちょうど自分が高校かなんかのタイミングだったんだよね。でもちろん担当もなくて、で全然会えなくて、学校一緒なのに校舎がねって感じで、マジでお世話になった先生なのね。そうだからもうなんかに多分2年ぐらい会えてなくて、ちょ会いたくすぎて、うん本当に会いたすぎて、ちょっと連絡待ち、先生待ってるマジで。もうその先生はね、全然結婚式とかね自分がするってなったら絶対呼びたい人だもん本当に。もうなんかだからゆくるが卒業する時とかも絶対来てほしいとか思うし、本当にね素敵な先生なの、マジでお世話になった。なんならママも絶対同じこと言う。てか今あの何時か教えてもらっていいですか、すいません。えマジで、あそう恩師ってやつです。でもその先生は理科だったんだけど、担当が女性ね、マジでビシバシやってもらってたので理科めっちゃ点数良かったですよ。待ってもう8時やん、待ってみくるさん何分やってるショールームえマジで恩師、本当にもうその先生のおかげなので、本当に早く連絡待ってますこのショールームで伝えたとこ伝わないんだけど、本当に先生ね、そうだやめてなくてよかった今日聞いて、どうしようもや。あ本当にちょっとみくるさん終わりにしますね。このちょっとずつ配信するのちょっと今頑張ってるので、今3日なのでちょっと4日目もよろしくお願いしますそう長くやっちゃう人だからみくるって、2時間とか1時間半とかだから、毎日やるためにはちょっとこれくらいで慣れていきます。みくるさんショールーム、みんなありがとう、見てくれて今日も皆さんと話せて幸せです。ちょ壇上読みますね。13位からいきたいと思います13位ベルさんありがとうございます。12位まゆありがとう。11位マウナさんありがとうございます。10位ムスさんありがとうございます。9位ヤスキチさんありがとうございます。1位シルバーさんありがとうございます。7位チョパーさんありがとうございます。6位たくみくんありがとう。5位まさきさんありがとうございます。4位眉毛かい人ありがとうございます。これは眉毛かい人ですか、眉毛かい人ですか、教えてください3位ペケボンさんありがとうございます。2位トキンさんありがとう。1位アンキューさんありがとうございます。今日もありがとうございます皆さん。鼻以外鼻以外は全然元気なんですけど、ちょっと鼻詰まりの悪化が止まらなくて困ってますということで、皆さんギフトありがとうございます。コメントもくれた方ありがとうございます。よかったらショールームフォローよろしくお願いいたします。またやります。バイバイバイチャ。